演技終わって4人演技終わったところで現在グリーンの数字3位ということを示しています。さあ続いて西ドイツのマリオン・ロッター。持ち点は 9.700。この先が動くのが6メートル先まで伝わらなければいけないというところで、よく見ていただくと分かりますけれども、先の方がよく動いているんですが、あと1メートル2メートルというところで乱れが出てきてますね。いわゆる飛行機の先端、そうですね、はい、ちょっと小さい選手ですからよっぽど力入れないと、そうでしょうね、少し先の乱れが見えますでしょ、はい、6メートルのリボンを常に大きくするというのは相当な力がいるわけですからね。そうですね、まだ14歳という若さ。ジュニアはやはりリボンの長さあるいは身長に合わせてですね、はい、5メートルにするとか、うん、何十センチ短くするとかということも必要条件じゃないでしょうかね。このロッターは4種目すべてオイゲン・フィリペスクの演奏です。無難でしたね、はい、クラブでは今日ちょっと失敗がありましたが、マリオン・ロッター最後の種目このリボン今演技を終了です。今取るまでの間に何もしないという遊びですね。ああいうものがなくなってくると完璧な演技になってきますね、はい、しかし昨日の持ち点が 9.7 部ですから、今日の成績以下によっては上位入賞があります。そうですね、現在5人目の演技者、西ドイツのマリオン・ロッターの演技を終了しています。今の技なんか難しいんですよね。足の下から持ち替えてすぐに投げに入る、そして先がちゃんと浮いてるというところを見ますと、タイミングとしては正しいわけですね。まあ、この辺の表情を見ると14歳というね、はい、感じが出ていますが、 9.675 という得点が出ました。これで 19.375、現在のところ第2位です。グリーンの数字が